ピードつけて、ああいいんじゃないですか。うまい、選手ですね、間違いなく。めっちゃうまいですね。あ、これはマノア選手だな。あーっとチューブになるかと思ったらヒット。わあしっかり、あー前に出たらね、ビッグヒットでしたね。まさかのね、スムースオペプレセボ、スムースオペレーター66でこの波に挑戦ということで、どんな感じになるか楽しみですね。これは視聴者さんもね、興味あるのかなと思う。プロサーファーが乗る台風スウェールのプレセボスムースオペレーター66ですね。昨日よりね、ゲットはね、近そうなんですよね、沖が。手前真っ白なんですけど、ゲットはできそうな気がするんですよね。引いてんのかな、そこまで浅いから、だからかな。ちょっとドルフィン撮ってみましょうか、これインサイド。おお、行きましたね。ちょっとドルフィンね、撮っていきましょう。ちょっと食らってるなあ、あんまり進んでない。うわ来た、え、結構ハマってるよこれ。思ったよりいけるのかなと思ったんだけど、やっぱりボードがでかいときついんだ。結構ね、上がりにくいとこに流れちゃってんだよな。こっち側から行けばいけるのに、こっからこう来ちゃったから。行けるのかな。また来ましたよこれ。うわー結構食らってるよこれ。え、上がったかな。あー上がりましたね、上がりました、上がりました、よかった。約3分から4分かかりました。あ、もう大丈夫ですね。はい、ラインナップつきましたね。って言ってもね、あと2人しか、選手が2人いるだけなんですけど、結構でもゲッティング苦労したんじゃないですか。あ、行きましたよ。カーブして降りれるか。あ、降りろ降りろ降りろ、降りて、あーっと食らった。これ今の食らい方はやばかったな、マジでビビる食らい方でした。
台風でも飛んでくんですね。これは海落ちたら怖いですね。これやばい。え、これで行ける？さすがに行けないか。あ、行きましたよ、行きました。うわー、カーブ、あー一発よかったんじゃないですか。うわー、台風の上をねこうやって飛んでく、気持ちいいのかな。でも怖いな、すごいなと思います。落ちたらねやばいですよね。行くかな。あー、これで立てる、すごいな。さすがスムースオペレーター。カーブで戻る、張ってくるとこ狙う。軽いとこだから逆にスムースオペレーターの方が乗れるんだ。でヒット、あーいいんじゃないですか。あーっと、よかったな今のは。これ良かったと思います。回り込むのかな。スベルタ良かったですね。次はね 3.0 スタブのあの表カーボンでね行きました。 3.0 スタブブラックシープ今ね一番気に入ってますね。いきなり乗りましたよ。あーっと、いけない。あ、行く、行きますよ。あーっと、乗ってワンターンでかいヒットしてもう一発入るのかな。あー入りそう。あーっと、フローターから最後、あー行けなかったか。あ、行きました。あー行かないわと、行くかな。行きましたねと、スピードつけ、まずワンターン。あー、セクション白くなっちゃってますね。あ、行きますか。あ、行きました。あ、前崩れた、越えれるかな。あ、無理か。おー、なんかセット来てますね。結構でかいの来だしました。なんかちょっとかすんでますよね今日。まあたまに雨降るぐらいなので雲がありますね。ちょっとね、なんかかすんじゃってるな。え、行きました、ワンターン。あー、ボトムがないのか。行きました、レフト。あー、ワンターン、うわ大きく入ったんですけどね、こけちゃったな。行きます、カーブして、これヒット入るか。お、決めろ、前出ろ前出ろ。あー、前出たらこれめっちゃ良かったな。もったいない。上がってきますね。